こんにちは。アマゾンサポーター、堀秀夫です。今日はアマゾンフィッシング詐欺。ね。アマゾンを装ったフィッシング詐欺の例をいくつか紹介します。アマゾンからのね、メールでなくても怪しいメールはチェックしますんで、お気軽に相談報告してください。私のサポートを受けることによって、例は私の情報で、あなたの無駄な時間、ね、無駄なお金を使わず、損害を受けずに済むと、得するというのがね、私のサポートの狙いなんで、これ Amazon じゃないから聞いていいのかなとかね、そういうのは気にせず、どんどんご相談ご報告ください。そして、メールの鉄則。で、メールのリンクはクリックしないと。つい文面によってはね、慌ててクリックしちゃうんですけど、もう慌ててクリックするような文面であればあるほど詐欺メールです。Amazon セラーセンターでログインして確認すると。これを守ることは非常に重要です。Amazon に限らず、銀行でもね、買い物でも宅配でも、メールのリンク、SMS のリンクはクリックせずに、その元のね、注文を本当にしたかなとかね、なんか、買い物して発送通知あったかなというのをね、きちんと調べてから、対応してください。ほとんど詐欺です。もうすぐにクリックしたくなるようなメールは逆に詐欺なんでね、本当に、十分お気をつけください。でね、例えばこんなの。ね、これ Gmail に届いたやつはね、もう画像が出なくなってます。ちょっとね、微妙に、日本語おかしいんですね。様々な理由でカードの情報更新できませんでしたと。アカウント情報の一部が誤ってるゆえに、もう Google 翻訳、無料翻訳丸出しなんですけど、文面を見れば怪しいんですけどね、なんかつい、ぼーっとしてたり、あるいは慣れてなかったりすると、リンクとかなんかクリックしちゃうんでね。それ非常にまずいです。何しろ、メール来たら何かする前にご相談ください。で、これはね、Yahoo メールに届いたやつは映像をね、出すってやると、こういうふうに出てね、Amazon? ね、Amazon ログインと。ついクリックしたくなっちゃいますけど。ね、Amazon からの情報更新と。24時間以内にご確認がない場合は誠に申し訳ございません。お客様の安全のためアカウントを利用制限させていただきます。なんか早くしなきゃと、ね。そんなことはないです。これは詐欺メールです。そもそも、Amazon が申し訳ございませんとか、謝る文面はね、本物の Amazon は決して送ってこないんで、もうその時点でね、怪しいんですけど、そういうのもね、なかなか Amazon に慣れてないとわからないことなんで。何しろ、ね、この緊急を要するようなこと書いてあるメールってのはほぼほぼ、ね、詐欺メールが多いんで、ね、現在お支払いが承認されない原因は、クレジットカード社等の事情により異なりますが、利用可能限度額の超過、有効期限切れか、切れちゃってる。ね。こんな感じなんですけど、お粗末なんですけど、慌ててるとね、クリックしちゃいがちなんで気をつけてください。これなんか、ね、クリックしたくなりますよね。あなたのアカウントは停止されましたと。まずいじゃんと。ね、なんかやんなきゃ。そんなことはないです。ね、勝手にアカウント停止にはならないです。24時間前に情報を更新することを示します。それ以外の場合、あなたのアカウントは永久ロック。もうなんか、日本が怪しいんですけどね、文面がね、刺激的なんで慌ててクリックしちゃう、ことがないとも言い切れないと。このようにね、いろんな詐欺メール最近増えてますんで、今回は Amazon の例をね、ご紹介しましたけど、他にも宅配バージョン、銀行バージョン、買い物バージョン、ね、資金受け取りバージョン、いろいろあります。何しろ、メールが届いて、ね、24時間以内にやんないと永久ロックとかね、代執行手続きしてくださいと。何かする前に、まずご相談ください。そんな形で、今日は Amazon を襲ったフィッシング詐欺のメールの、いくつかの例を紹介しました。メールのリンクにはクリックしないと。ね、セラーセントラル、あるいはね、本ちゃんの口座で確認するというのをね、守って、Amazon 室に余計な、エネルギーと時間と労力を使わず、Amazon 室に集中して励んでください。以上、Amazon サポーター、堀秀夫でした。